標高1660メートル、気温はマイナス10度以下です。山形県山形市の蔵王山。今年も冬の風物詩、樹氷が現れました。夕焼けに染まる樹氷を撮影しようと、カメラを持った観光客が集まってきました。肌を刺すような寒さに包まれる蔵王山の夜、樹氷のライトアップが始まり、観光客は色とりどりの光に照らされた樹氷を楽しんでいました。